強みの絵であります。ジョンズショートコーナー、あー今のキャッチアップシュートいきなり来ましたね。群馬トレイ・ジョーンズショートコーナーからでした。スイッチをしている宇都宮のディフェンス、パーカー5秒、チェンバース5秒、あーよく決めましたね。ベースラインからよく決めてきました。ショートコーナーからです。リバウンドはパルセ取りまして走ります。ただ人数同数3対3、遠藤後ろから3どうでしょう。2本目来ました。これはパルセよく見てましたね。離した瞬間でしたけどね、はい、そして遠藤2本目の3、これはブレイクからですね。これがオフィシャルタイムアウトの6秒5秒、ああいた、ああしかし来ない、うまくすり抜けたんです。さあジョーンズはここから走る、タブセを投げ倒してタブセのファールを取ってバスケットカウントです。トゥーポゼッションに詰まってきて、さあここから上げられるか。群馬はまずディフェンスをしたいところですが、フィーラーがポストアップ、このままいった。このフィーラーの、もともとフィーラーでしたね。フィーラーのハイピックを使ってまだ12秒ありますが、中に入れてフォトゥーファールもらってバスケットカウント、パーカーのファールです。そしてジョーンズ、比江島がアンダーでいったんですが3は打たない。ここで打ってきたチェンバース、あーでかい、これはでかい。菅原からジョーンズ、チェンバースは左のコーナーにいますが、ジョーンズ、おーミドルショットを決めた。そしてカウントですよね、これそうですね、ハックされましたね。19秒7が残っています。あで2本でタイムアウトです ね、はい、スコットのハイピックからいきます。比江島ブロックした、1秒あります。延長です、延長に入ります。ただ今チェンバースはファールはなかったのかというアピールをしています。渡辺どうでしょう、リバウンドスコット、そしてショートコーナーからフィーラー、昨年のファイナリストから白星になるか。一方宇都宮ホームを守るか、ジョーンズ、やっぱりあのツーマンゲームでしたね、ジョーンズバルビン、パーカーから始める、ジョーンズ打ってきた、どうか、これはすごい、タイムアウトかかります。宇都宮これはすごいポジションになっちゃいましたからね。わー、これはステップバックですからね。もう遠藤選手もあれがもう限界ですよね。遠藤もう一回打つ、あーリンク切られた、これで試合終了。群馬クレインサンダース B1 初挑戦、最初の試合で